今回は東京新宿バスタ新宿から京都駅までの夜行バスですね。10時15分発で京都駅には朝5時10分発のバスです。今回乗車するバスはこちらのバスですね。三栄交通さんのバスになります。今回片道1750円で乗車です。 D になります。はい、一応乗車前にですね、乗務員さんの方からアルコール消毒をプシュッてしてもらいまして、アルコール消毒してもらいましたが、なんかね、予約した時にはフェイスシールドとマスクを配ってくれるみたいなこと書いてあったんですが、それはもらわず、はいですね。で、ざっと車内見た感じ、結構乗ってますね。もうほとんど2列のこういう2列のタイプなんですけど、満席に近いですね。今日日曜日ですね。日曜から月曜日にかけての夜行バスになります。しました。お時間過ぎましたので出発させていただきました。皆様こんばんは。本日は KP ライナー並びに三栄交通をご利用いただきまして誠にありがとうございます。バスはこの後3回の休憩を挟みまして京都八丁口終点大阪梅田プラザモータープールとバスを進めてまいります。休憩でございますが、まず1回目の休憩場所はこちらから約45分から1時間前後走行いたしまして、1回目の休憩場所は東名高速神奈川県にありまして江北サービスエリア、その後2時間から2時間30分前後走行いたしまして新東名高速は静岡県に入りまして掛川サービスエリア、さらに2時間から2時間30分前後走行いたしまして滋賀県に入りまして土山サービスエリアと合計3回を予定をしております。また混雑状況などによりまして休憩場所を予告なく変更する場合もございます。あらかじめご了承願います。さて出発から30分経ったところですね。早速休憩になります。こちらは港北、はい、港北って読むのかなですね。1回目の休憩、15分間の休憩ですね。こちらのバスですね、今8月の後半ですけどもなかなか混んでまして、もうほぼほぼ満車ですね。満席で、特にソーシャルディスタンスを取るわけでもなく、ちゃんと座席の分座ってる感じですね。前にも2人いましたし後ろにも2人いましたし、特に1列ずつ開けてという感覚ではなかったです。まあ様々なねテレビ番組でもやっていますが、なかなかこの高速バスだったりバスの中は空気の循環がねいいので大丈夫だよとアピールしておりますので、まあ一応安心して乗っております。でもう必ずちゃんとねマスクの着用はしてくださいということだったので、これをして一晩を過ごすということで、あと5分ですね、また乗っていきたいと思います。終点梅田まで窓ガラスカーテン開けないようにお願いいたします。それでは狭い車中でございますが病床到着までごゆっくりお過ごしください。ショートいたします。
さて2回目のトイレ休憩ですね。別にトイレに限らず休憩ですね。はい、現在の時刻1時を回ったところです。ここに着いたらね、若干ですが、室内の車内の電気がつきまして、それで目が覚めてしまいました。はい、特にアナウンスとかはなくですね、でですね、車内の入り口に一応アルコール消毒の液が置いてあるんですね。あまりまあしてる人はいませんが、で結構の乗られてる方は若い方が多いですね。お疲れ様でした。京都駅八条口到着です。お忘れ物ございません、降りいただきますようお願いいたします。ありがとうございました。さて午前5時になりまして、京都駅八条口に到着いたしました。この間、3回休憩がありましたので、その度にね、小さな電気がつきましたので、毎回起こされて、まあちょっと快適な旅とはね言い難いですが、まあかなり格安で、京都まで東京から来ることができました。まあコロナに関してはね、一応マスクがね1枚前のポケットにありまして、フェイスシールドは貸し出しがあるということで、まあ利用してる人はね一人もいなかったですが、まあ一応されてるんだな、対策はねされてるんだなという雰囲気でしたね。うん、なかなか満席だったのは驚きましたかね、今回で。久しぶりに夜行バスというものに乗ったんですが、最初乗車するときにですね、座席がこう後ろに最初からねデフォルトで倒されてるんですよね。あれいいなと思いました。やっぱ日本人なんで、ね、ちょっと気を使って後ろに倒すの、気を使うのでそのままでいいっていう、もう寝る前提でね座席が配置されてるのはいいなと思いました。ということで今回も、東京から京都へ、夜行バスの旅いかがだったでしょうか。まあ、どんな様子かね、皆さん動画で伝わってれば幸いです。ということでこのチャンネルではね、京都駅前今私いますけど、さまざまなホテル到着してびっくりしたんですよね。めちゃくちゃホテルたくさんあって、で今回もね京都の旅していくんで、さまざまなねホテルに私が泊まって動画で、宿泊体験の様子をお届けしたいと思います。ぜひねチャンネル登録して他の動画も見てみてください。それではまた。